3人で、第、あれ73回大会ですかね、夏。そうですね、うん、大勢さんが3年生で、はい、吉野部さんが1年生の時に甲子園に行って、その時はもうやっぱり大勢さんは最後の夏ですから、はい、すごい思うところあったんじゃないですか、最後の夏にかけてっていうのは、ね、そうですね、本当5回チャンスがある中で、はい、まあ1年生入った時に、はい、まあ、さっき吉野部言ったみたいにシニアの時代のすごい選手がこうある程度集まってきてたので、はい、あ、お前も入るんだお前も入るんだって感じだったんで、これいけるなと思ってたんですよ、はい、したらなかなかやっぱりいけなくて、神奈川って多分全国で今でも一番甲子園行くの難しいっていうね、うん、まあ、言われてますけどもね、うん、当時だって今少なくなってるのか、当時200とか超えてましたよね、202校でした、202校ですか、はい、で8回戦って勝たないと、まあ、我々シードだったんで7回だったんですけど、基本8回戦い、8回ですよね、はい、和歌山39校ですよ、いや別にまあまあ和歌山本来までねいいんですけど、いや202校ですか、まあでもその頂点、夏はその頂点じゃないと ね、 ああ、そうですね、甲子園行けないわけで、ああ、でその甲子園では確か3回戦まで行かれたということ で、ね、はいはい、一番覚えてる試合とかありますか、大勢さん。いや全部覚えてます、ね、あ、全部まずは初戦の熊高ですかね、熊高、はい、まあ、第4試合でナイターになった試合だったんですけど、はい、まあ、まずだから、うん、甲子園練習行った時に思ったのが、はい、観客席の目線がすごく低くて、今までやったことないような環境で、そうか、甲子園はそうですよね、自分選手が立ってるところよりもお客さんの目線の方が低いんですよね、はい、うん、確かに、はい、あの前の方はそうですよね、はいはい、そこはまずびっくりしたのと、やっぱりキャッチャーなので、はい、すぐこう後ろを見るじゃないですか、はい、で真後ろはそんなに距離ない広くないんですけど、はい、ファーストサードの奥になってればキャッチャーの後ろ、ファールゾーン、斜め後ろというかファールゾーンがすごい広いイメージがあって、これパスボールしたらやばいなっていうのが最初、これも完全キャッチャー目線で甲子園出てないとね、わからないですけど、逆にお二人は外野、高橋さん外野、僕はそうですね、はい、そうです、外野2人で両サイドだったので、はい、ね、まだラッキーゾーンあったもんね、そうですね、はい、ね、外野もなんかちょっと甲子園って、まあ、左中間、右中間がめちゃくちゃ広かったりとか、まあ、まだラッキーゾーンがあった頃はあれかもわかんないですけど、ラッキーゾーンもうでも逆に定位置守ると、はい、もう横にフェンスがあってボールがあるんで、うん、あ、定位置よりもホームランが近いみたいな、あ、そうなんだ、ボール際はそうですね、で左見ると遠いみたいな、あ、そうか、その距離感は難しかったですけどね、大体、うん、普通の球場って外野守ったら後ろにポールありますもんね、うん、ちょっと斜め後ろぐらいにありますけど、ね、それがなんかちょっとサイドというか横に来るから、ね、守った時変な感じはあるんですかね、ポールのところは近いです、うん、まあ、その中でまあ初戦熊高に勝って、で次が柳ヶ浦、うん、末島さん、柳原ピッチャー、岡本さん、良かったんですよ、可愛いピッチャーだったね、うん、あの当時、ダイエーの抑えやった、はいはい、ああ、岡本投手、はい、どんな感じの試合でした、その試合は、もう接戦でしたよね、その試合は、うん、でも2人が打ってくれたんで勝ってました、いや、俺はたまたまだったけどね、本当に2三振、2打席連続で三振して、はい、あ、全然これ当たんないなと思ったんですよ、で、3打席目にランナー行って、はい、セーフティーバントを試みて、はい、で監督に笑われて俺何してんだよみたいな、笑われて、はい、で、まあ、たまたま最後、まあ、インコースの、まあ、自分が当たるようなバットに当たるようなところに来て、はい、で、まあ、一塁線こう抜けてったっていう感じだったんですけど、でもそれもう言うても30年ぐらい前の話ですけど、むちゃくちゃ覚えてますよね、覚えてますね、あのまっすぐよりスライダーがえげつなかったイメージがあって、ね、ダイエー入ってからまっすぐがすごかったですけど、まっすぐも確かに良かったですけど、まあ140一回いかないかぐらいあったんですけど、スライダーはちょっと高校生では見たことないようなスライダー、ね、当時は、はい、でも簡単に言うそれを打ったんじゃないですか、簡単に打ったんです、簡単に僕打ったんです一人だけなんか僕もねおかしいと思ってたんですけど、岡本良かったよねっていう時にね、吉信さんだけ黙ってたんですね、そうそうそう僕3本打ったんです、3本打ったんですかそうなんです、そうなんです僕3本打ったんですよ、え、このピッチャーすげえなとかは、
だからさっき何も感じなかったんですよ。そのあの夏が終わるまではなんか言い方は何も感じなかったって。だからすごいとかすごくないとかっていうよりももうなんかもう考えるという余裕がなかったですよ。このピッチャーすげえなとかその考えてる余裕があんまなかったです。あ、まあ、1年生でも必死でやってるから、はい、必死でやってるし、まあ、体力的にも正直しんどいし、もう必死だったから、あのいろいろ光景は覚えてます、結果とか光景は覚えてるんですけど、はい、なんかあんまそういった余計なことは考えてなかったですよね。へ、僕はで、由伸さんは確かなんかマウンドにも上がって、僕はその2年生の時ですね。2年生で卒業された後の副島さんの代の時は沖縄尚学と開幕カードでやられて、はい、 でもサヨナラでしたっけ。そうですね、サヨナラでした。はい、大勢さんの時も最後3回戦もサヨナラでしたね。サヨナラですね。鹿児島実業、はい、はい、問題児です。内園かなんかいませんでした。そうですね、はい、あの時は3回戦まで行って鹿児島実は結構、ね、あの下馬評高かったんじゃないですか。やっぱりいいチームだったし、はい、あのキャッチャーの美園っていうキャッチャーが2番キャッチャーだったんですけど、なんかホームラン打ってましたね。そうですね、まあ我々の時はもうやっぱり打たれたんですけど、はい、あれと1番の又瀬が良かったんですけど、はいはい、まあ、2人にやられたような感じではあったんですけど、試合始まるまで長かったですよね、はい、そう前の試合が長かったですよ。そう、はい、そうだ、四日市工業と、あ、松商学園のあの延長16回がサヨナラデッドボール、そう上田がね、はい、ずっと裏で裏で待ってたね、鹿児島実業と一緒にいたら、そうそう、でかいなと思いながら見てたんですけど、なんかどうぞ相手チームと本当すごい近い距離だよね、通路でスパイクもずっと履いて、はい、待たされ、あれ6回とか7回ぐらいから結びますね。2時間ぐらいいたんですか、ね、ほんなら6回か7回で待ったらそっからあと1試合分ぐらいやってますから、2時間ちょっとぐらい待ってた。待ったですね、うん、もうそういう時ってこう喋るんですか、鹿児島実業。ちょっと俺喋った記憶があるんだよな。喋ってない。僕はもう下級生なの。あ、そこもうじっと待って、そっか、もうそこで体力奪われてそうだよね、確かに待機してて体力奪われてる。そうだよ、はい、うわ、そうか、あのすごい試合がサヨナラデッドボールかなんか井出元、そうです、井出元投手が、そうですね、四日市工業の、あ、その次の試合だ、はい、はあ、そんな裏側知らなかったですけど、ずっと待って松手ので、ね、で最後大成さんが抗議しに行ったんだよね。まあまあまあ、そうなんだけどさ、過去あもうないんじゃないですか。そうなんだな、ないな、抗議甲子園ですか、三塁審判のとこまで行きましたね。それで話終わっちゃう試合になっちゃうけどね珍しいですよね、なかなかちょっと微妙なんで ないんじゃないですか、なんです微妙なんて、ね、あれ多分怒られますよね今だったら。あ、そういう感じ、あ、怒られました、そればっかり怒られました。あ、いや、俺はだって別に自分の意思で言ってないから、ああ、そう、その話します。いや、まあこれ別にあの全然しといて切るのは全然できますから、ちょっと僕個人的に教えてほしいです。あ、同点で9回の裏だったんですけど、はい、一番バッターの又瀬が、はい、サード線に打ったんですよ、はい、で最初のバウンドはフェアグラウンドだったんですよ、はい、で、サードベースを越えた2バウンド目はファールだったの、はあ、ファールゾーンなんです。だから、うん、ということは空中でベースところをまたいでるかどうかって話になってくるんですけど、はいはい、で、党員は一塁ベンチだったので、はいはい、あの対角線なので、はい、監督も見えてます。で、私見えてます、はい。で、サードを守ってた席も見えてます。はい、みんなファールだと思ってたんです、はいはい。で、まあ、監督の方パッて見に行ったら、はい、ちょっとお前聞いてこい、はい、うん、なるほど。で、まあキャプテンで当事者っていうところで、はい、まあ一応聞く権利はあるんです、はい、ルール上は、はい、ルール上いけますよね、はいはいはい、で、まあサードの、まあ、塁審って当然、まあ、ジャッジは変わらないんですけど、はいはい、って言ったら、まあ次負けて次の日に監督と部長は高野連に呼ばれて、そうでも今、まあ、あんまりないですけど、まあ、監督はいけないですけど、はい、監督がどういうことなんだろうっていうのは先週に聞いてっていうのはありっちゃありですもんね、そのルール上は、はい、あれベンチから行ったらよかったですか、どうなんだろうね。そういうことですよね、これね、
まあでも高校野球はそれでジャッジがこうね、こんなことしないですからね頼むわみたいなのはないですから、ね、まあ我々も必死ですから、まあそうですよね、勝ちたいで本当で、ちょうどその試合で、はい、まあコータもホームラン打ったりして、はい、あともう一人ショート守ってた、はい、ね、あの選手も初ヒット打ってで、レギュラーが全員ヒット打った日なんですよ、おやっと甲子園で、はい、全員打ってたっていう試合だったんで勝ちたかったんですよ、はい、だからね、どうしてもね、その気持ちがこう前に前に出過ぎちゃったところがあって、まあ、今でも俺悔やまれるのは俺がサード三盗してアウトになったじゃん、うん、あれコータの打席でさ、あれが本当に今でも悔やまれてコータがホームラン打った次の打席だったんですよ、はいはいはい、だからコータの中ですごくいいイメージがあるわけですよね。で私ランナーセカンドにいて、はい、なんとか1点もぎ取りたいっていうところで、はい、まあ監督から途中のもちろん盗塁のサインが出たんで、はい、走ってしまったんですけど、はい、後々やっぱり後悔するのはやっぱそこなんですよね。あーコータ打っててランナーセカンドでワンヒットで帰ってこられる可能性あるよねって考えると、うん、120%、200% のスタートを切れないんだったら行っちゃいけないんですよね、うん、それをやってしまったことが本当に今でもね、は今でも今でも残ってます、ね、すごいですね、覚えてないでしょ、すごいな、いや僕自分が最後打たなかったからってのはすごい思ってる。ああそう、はい、いやそれは全然ないけど、まあまあ、いや俺コーターの中で、まあ、お前なんでだよって思ってるからねあそうこう集まったその話になる、そうですね、でもホームラン打った時点で勝ったと思ってたんで。あそうだよね、そうだよね、でもその打席もやっぱりこう いける感じはあったんですか。そうですね、あいいイメージがやっと ね, ね、まあ、ずっと打ってなかったんで。そうだよね、多分さっき言ってたショートの人と同じ中学出身なので。へぇ、そうなんですよ。で3年生になってレギュラーになった選手なんですよ。あそれまでずっと控えだったのが、はい、またでもそれでショートを守るってすごいですよね。いや、もともと守備はすごい上手だったんですよ。身体能力は高い方で、はいはいはい、結局我々の代で一番最後まで野球やりましたよね、社会人で。あ、そうなんですね。そうですね、へえ、すごい話やな。せやけど、いやでもやっぱり甲子園ってこう、まあ、やっぱ目指してそこにたどり着いて、まあ、こう30年経ってもそれだけ喋れるぐらい覚えてるんですね。覚えてますね。ね、まあその大勢さん3年生の時は3回戦でさよならで負けてしまって、はい、で卒業されて、はい、で次の年も、73回大会4回大会ですかね、にも出場されて、その時は由伸さん2年生、副島さんが3年生で開幕カード沖縄尚学で、まあでもあの時はどうですか、チーム的にも結構関東でもこれは強いチームやっていう感じだったんじゃないですか。まあ、あの下馬評というか、あの、はい、優勝候補には挙げてもらってたんですけど、はい、なんせみんな体が弱いんで体、ああそうだったんです。いや体みんなごっつ大きい。決勝、はい、神奈川で勝った時点で怪我人ばっかりで、あそうだった、ね、でうちのキャプテンくじ運だから初戦、はい、あの開幕カード引いちゃったんで、はい、ちょっとゆっくり行こうかって、ゆっくりする時間もなく、で前日決まって、はい、もう次の日ぐらいが試合だったのかな、うん、多分、そうですね、だからもう次の日にみんな横浜帰って駐車打ちに行ってですよね。ああそうだったんだ、うん、え、そうなんですね。だから前日練習の主力って自分しかいなくて、逆に、あそうだったの、10人ぐらいやってるから日帰りしたんです。あそれはそれで大変だったね。そうなんですよ、そうなんです。結構満身創痍で、ほんならこう、うん、自分ら自身は大丈夫かなっていうちょっと不安もありながら大会に臨んだってことですか。そう、まあ不安はなんかあった、不安は正直なんとなく勝てるかなって気はしちゃってたのがよくなかったんですね。多分そうだろう、うん、はい、なんとかなるかなーってね、なー、はい、でまあ沖縄尚学それもさよならでしたよね、はい、そうですね。すごい覚えてるシーンとかありますか、副島さん。さあ、まあ、その試合も自分勝ち、実は勝ち越しのタイムリー打ったんですけど、でそれまで打てなくて、まあ、監督にバーって言われて、はい、なんとなく気合い入れて打って勝ち越して、で2年の時もホームラン打って、あこれ勝ったと思って、はい、やべ勝ったと思った時負けるなと思って思っちゃダメだなとか思いながら守ってたんですけど、はい、そうですね。でも最後も結局ランナー1・2でツーアウトで、はい、2・3だったんだよね確か、うん、2・3でランナー走るじゃないですか、ツーアウト1・2、はいはい、
で走ってライト前行ったから絶対バックホームまで回ってると思ったら止まってたんですよランナー、うん、で自分ライトからのボールをスルーしたんで、うん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 、すごく珍しくいい球返ってきたからスルーしたキャッチャーもびっくりしてまたスルーしちゃったんで、うん、それで点が入ってさよならですね。そうはい、で吉野も 1,2 塁間だからね。そうなんですよ、僕ピッチャーだったんで、はいはいはい、ギリギリ抜けてったんですね。そう、僕もベースカバー行ったんですよ、1塁に。そっかそっかそっか。だからホームのベースカバーに当然いないのか、いないですよね、間に合わないですよね、はあはあはあ、こうやって行っちゃったから。そうそうそう、で点々とする感じ、点々と誰もどうしようもできない、うん、あの 2,3 秒の、はい、あでも待つしかないみたいな。もう熱湯甲子園のもう使いどころですね、うん、絶対音ね、音なくなるところですね。うわーみたいな。うーん、はい、そうですね。でも由伸さんはピッチャーもされて、はい、まあ、外野から、はい、やっぱりこう一学年上の人のこの、まあ、大会じゃないですか、はい、ちょっとそこはなんか緊張感というか、あのやっぱり1年生の時とは違ってちょっと意識はありますね、はい、緊張感、うん、なんとなく、はい、時間もねちゃんと経過してるし、うん、なんとなく、あ、自分たちもなんとなくやってきたなっていう状態で行ったんですけども、うん、はい、この前なんですよね、その2年生の時も開会式の後だったから、はい、開会式でまた体力奪われちゃってそうだよね。いや体力ないな体力、いや体力渡されて体力奪われて1年生の時は、2年生の時は開会式で体力奪われて、いや開会式はでもみんな同じ環境、すごい長いよね。長いです、あれ結構ね、室内練習場でずっと待って、しかも待ってて、はい、暑い中、あ、甲子園の方ならもう開会式直後のチームってやっぱ大変なんですね。きついと思いますよね、試合は。だから僕延長まで体力持たなかったですだから打たれちゃったんですよ体力、思ったより体力なかったです。体力ないんですよね吉野さん、はあ、神奈川の開会式の方がでもしんどいです。ああ、まあ、そうですね、入場多いですもんね。2時間ぐらい待ってない、あの立ってなきゃいけない、ね、そ, ね、そんな200何校ですもんね、うん、しかもなんか気をつけしてないといけないんで、そう見られてるからね。他の学校結構フラフラしてるけど偉い方のね挨拶もね、結構やっぱりしっかり喋ろうと思って結構長時間になったりとかもね、うん、ありますしね、はい、そうですか、素晴らしい。なんかこうやっぱり甲子園のことってこんな30年経ってもやっぱ覚えてるんだなっていうのは、そうですね、思いましたけど、で由伸さんが3年生になられて、はい、まあ、2年連続自分は甲子園に行って、はい、自分の代でも行こう、うん、でチーム的にはどんな感じだったんですか。あのやっぱ一番ちょっとあのなんていうしわ寄せが来た台ですよね、うん、上2つが強いからありがちですよね、やっぱ上が強いと、はいはい、で僕らの台、僕ともう一人昨日ピッチャーが、うん、エースピッチャーがいたんですけど、はい、それぐらいですよね試合。そうだね、レギュラーで出たのは。あ、そうですか、はい、あとはもう下級生、いや、あの 僕なんか1年生出てなかったし、2年生が僕 の2人しか出てなくて、で副島さんたちの代がみんなレギュラーで出てたので、はいはいはい、大勢さんの時には僕も副島さんも、うん、関さんと か, だから何人か出てたんですよ、です、はい、だからなんとなくチームのね、うん、あの次へっていうのがあったんですけど、僕らは2人しかいなかったんで、2人しかその学年で出てなかったから、はい、だからすごいなんかそうね、しかもピッチャーだもんね、そうピッチャー2人しか残ってないみたいな代だったので、秋の大会も1回戦で負け、春の次の年の県大会も1回戦で負け、で監督に愛想をつかされて2年生3年1年生の中心のチームになっていっちゃうっていう。あ、そうなんだ。え、結構すごい狭間の年ですよね。そうです、まあ、それでこいつらが選ばれたんですよ。あ、吉田さんね、はい、吉田さんだから僕の時も試合出てましたからあ、そうなんですね、セカンドですよね、うん、いやもう今なんかこのパーカー着てキャップかぶってね、なんか野球少年みたいな。だら僕らの代があったからその後に選抜に2年続出たんだよね、はい、1個下と2つ下が僕の。ほんならもうその年代では唯一出てないっていう。そうですね、出れなかった代ですね、3年生になった時に、はいはい、その辺はやっぱりちょっと悔しさは自分の代で出てないっていうのは。そうですね、だから逆に1年生の時に出ちゃったから、うん、なんとなく、はい、あの夏負けることを知らなかったんですよね。あ、そうだね、なるほど、はい、そうだね、そうだから夏最後僕の代が負けた時に、あ、
夏負けるってこういう感じかみたいな。いや、なかなか神奈川でそのセリフ出てこないですよ。ほとんどいうかみんな負けますからね一番、ま、負けるというか一番多い学校ですから、はい、初めて3年生負けて、そうだね、ああこうやって負けあれと思った、負けた何時間後にははいじゃあ寮出てくださいみたいな雰囲気だから、そんなゆっくりもできないですね。はい、そうですね、すごいな。ここでですね、視聴者の皆さんにですね、プレゼントのご案内でございます。今日3名が着用しているですね、T シャツ、またこの前に飾っているキャップですね、にサインしたものをプレゼントいたしますので、詳しくは概要欄を見てください。そして、ぜひ OB クラブチャンネル、そして、僕のですね、YouTube チャンネルもやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。 OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。